3週間でアラフォー女性でも太ももお尻腰周りのセルライト消えます。ビフォーで写真撮っておくと1週間変化が出ます。うつ伏せ寝てスマホは顔の前に置いておきましょう。セルライトがつきやすい体かチェックしていきます。まず左のかかとをお尻に近づけます。この時に左手で鼠径部に手を入れて手がすっぽり入ってしまう方、骨盤が歪んでる、もしくは筋肉が硬くなってる証です。もう一つはかかとがお尻につくかです。つかない方、最低でも手を使ってかかとがお尻につけば OK です。手を使ってもつかないとやばいです。反対もやっていきましょう。右のかかとをお尻に近づけます。この時に右手で鼠径部に手を入れて手がすっぽり入るとまずいです。理想は手が全く入らない状態です。もう一つ見てほしいのはかかとがお尻につくかです。つかない方、手を使ってでもいいのでつくようになると良いと思います。これ1回で変化出ますので楽しみにしててください。ではうつ伏せのままかかとをお尻に近づけるようにパタパタ動かしていきましょう。スピードは重要じゃないです。ゆっくりで大丈夫です。かかとがお尻につかなくてもできる範囲で OK です。理想はこうやって裏ももとお尻の境目、手を当ててあ、この筋肉使ってるな、動いてるなって感覚があれば最高です。ゆっくりでいいですよ。かかとがお尻につかない方、つりそうな方、無理しないで大丈夫です。呼吸止めないようにして、スピード勝負じゃないですからね。途中でサボりサボり、どんどんサボって OK なので、ゆるくやっていきましょう。で、この次から上向きになりますので、スマホ持って上向きになりましょう。枕ある方は枕入れると良いと思います。では、上向きに寝てスマホ見たまま、肩、膝ずつぐっと伸ばしきる。伸ばしきる。ふぅ。スマホ見たままでいいですからね。伸ばしきる。ふぅ。呼吸止めないようにしましょう。ふぅ、きつい。これ、スピードは重要じゃないです。しっかり膝を伸ばしきることがポイントです。ふぅ。呼吸は止めないで。慌てる必要ないので、しっかり伸ばしきりましょう。余裕がある方は、なるべく高い位置で伸ばしきる。きつい方は、これぐらいね、低い位置でも OK。しっかり伸ばしきりましょう。ラスト1回伸ばしきる。OK。そしたら次、この右足を大きく外回ししていきましょう。内側から外側に、自分から見て反時計回りですね。大きく右足回しましょう。ゆっくり大きく回します。股関節ゴリゴリなるよって方は、痛みがなければ大きく回して OK です。痛みがある方は、ゆっくり小さく、痛みない範囲で回していきましょう。普段動かさない範囲で大きく動かすことが目的なので、スピードは重要ではないです。ゆっくり大きく、呼吸は止めないで。痛みある方はね、無理ない範囲で OK です。大きく回しましょう。 OK。 逆足いきます。これで左足いきます。内から外に回してます。ご自身から見て時計回りです。こっちもゴリゴリなって痛みがなければ大きく回して OK。 痛みがある方はゆっくり小さく、痛みない範囲で回していきましょう。大丈夫ですか？ついてきてますか？きつかったらね、途中で、ね、サボりサボりやるといいと思います。僕個人的におすすめなのは、各種目のね、最後の10秒サボるとだいぶ楽になります。完璧を目指して、完璧に最後までやりきるよりも、こうね、サボりながらでもね、毎日の習慣にすると、セルライトがね、取れる効果が実感できると思います。OK。そしたら次、膝を曲げたまま、膝同士つけておいて、お尻をぐっと持ち上げる。ゆっくり下ろす。膝同士つけたまま、お尻を持ち上げる。お尻持ち上げた時に、この裏ももお尻触って、あ、硬くなってるな、力入ってるなって感覚あれば、OK です。もちろん膝同士多少離れてもいいんですが、膝同士つけておくことで、内ももにも効いてきますからね。頑張りましょう。ゆっくりでいいから裏ももお尻意識して触って力入ってるも OK。 スピード全く重要じゃないですからね。普段使ってない裏ももお尻、ここセルライトたまるので、ちょっとね、最後まで頑張りましょう。ふぅ、 OK。 そしたら次、左足を右こっちにねじります。左膝床につけて、左肩もなるべく床に近づける。こうすると、お尻、腰、背中伸びる感覚があるんじゃないかなと思います。ふぅ、伸びますか？これ筋トレじゃないんで、腰からお尻、背中にかけてゆるーく伸びてれば OK です。ふー、呼吸は止めないでしましょう。こうやってね、途中途中で休憩ストレッチ入ってますので、運動不足でね、こういうストレッチの動画最後までやりきり自信がないよって方も乾燥しやすくなってます。だけどね、1回で変化出ますので、メジャー持ってる方はね、ぜひね、
1回でビフォーアフター変化出ますので、計測しながらやってみてください。オッケー。逆行きましょう。これで右足を左、こっちにねじります。膝を床につけた状態で、右肩を床に近づける。このお尻、腰、背中、ここ伸びてれば OK です。右膝は床につけておいて、右の肩、なるべく床に近づける。ここ、ゆるく伸びてればいいです。腰、お尻、背中。呼吸を止めないようにしましょう。これで、ね、無理にギューッとねじると腰痛めたりしちゃうので、ゆるく痛気持ちよく伸びてれば OK です。でね、メジャーをもし持ってないよって方いたら、近くの100円ショップで売ってますので、ぜひ100円でね、買ってみてください。OK。そしたら次は、膝曲げたまま、足パカです。開き切る、しっかり閉じ切る。開き切る、閉じ切る。呼吸を止めないようにしましょう。しっかり開き切る、閉じ切る。限界まで開いて、内もも使って閉じ切る。スピード重要じゃないですかね。普段動かさない範囲まで開き切って、しっかり閉じ切る。余裕がある方は、僕みたいにこうやって前ももをお腹に近づけて、なるべく高い位置でね、膝パカすると、めちゃめちゃお腹にも効いてきます。きつい。スピード重要じゃないですよ。呼吸止めないようにして、頑張って、ラスト1回しっかり閉じ切りましょう。オッケー。ふう、そしたら、こうやって足1回下ろして、片足ずつですね、ぐっと上げていきましょう。前ももをなるべくお腹に近づけるイメージ。ふう、呼吸止めないで、頑張って。きつい。腹筋使う感覚もちょっとあってほしいですね。ちゃんと足を上げ切ると、この下っ腹あたりもね、力入ってるのが分かるんじゃないかなと思います。いろんな種目があるので、なんかいまいち分からないなってことあればコメントいただければ、できる限りね、返信しますので、どんどん疑問点あればコメントで質問してください。上げ切る、頑張って、よし、 OK。 そしたら次、みんな大好き自転車漕ぎ行きましょう。大きく円を描く、なるべく高い位置で大きく円を描く。腰が痛い方は空いてる手をこうやってね、お尻の下に入れておくと良いと思います。きつい。頑張って頑張って、なるべく高い位置で円を描く。スピードも重要なんですが、それよりね、なるべく高い位置で大きく円を描いてほしいです。腰きつかったら無理しないで、どっかね、腰とか痛い人はね、絶対無理しちゃダメですからね。頑張って頑張って、なるべく高い位置でやるとお腹にも効いてきます。もしきつかったら最後の準備をサボっていいですからね。頑張れ頑張れ、次は休憩ストレッチ、あと少し。よし、 OK。 足を下ろして膝伸ばしたら、肩幅よりちょっと広めに開いて、つま先を内外、こんな感じで倒していきましょう。この股関節付け根からねじるイメージですね。こっからつま先をしっかり内外、ゆっくりでいいですよ。スピード重要じゃないです。この付け根がね、こうやって触って、あ、動いてるなって感じあれば最高です。どうでしょう、皆さんついてきてますか。この次からね、横向きになりますよ。スマホを手に持ってる方、スマホ持ったまま右向きに横向きになりますので、心の準備だけしておいてください。しっかり内外。OK。 そしたらスマホ持ったまま右向きに寝ましょう。こんな感じでスマホは顔の前に置いておきましょう。膝90度ぐらいに曲げて、膝同士を離す。膝同士を離す。このお尻の横、ここ使ってる感覚あれば OK です。スピード全く重要じゃないです。お尻の横、ここを使うことが目的です。ゆっくりでいいですよ。 NG パターンはこうやって体が後ろに倒れちゃうと NG です。上半身固定したまま膝だけ離す。これちゃんとお尻使えてると簡単そうに見えて結構きついんですよ。頑張って、お尻使う感覚ありますか。こうやって触って、あ、動いてるな、使ってるなって感覚あれば OK です。オッケー。そしたら、下の右足ちょっと前に出しておきましょう。左足を真上に上げる。真上に上げる。ふう、お尻の横、ここ使ってる感覚ありますか。きついな。ふう、頑張って。ここ、お尻の横、触って使ってる感覚あれば OK。この下のね、右足をこうやって前に出しておくことで、ふう、体が後ろに倒れないように安定させることができるので、右足はこうやって前に出しておきましょう。ふう、きつかったらサボっていいですよ。お尻の横、ここ意識して頑張って頑張って、
呼吸止めないで、前もも外もも多少使ってもいいですが、お尻の横、ここがメインです。 OK、 よく頑張りました。そしたら左手で左足首掴みましょう。自分のペースでいいですからね。左の前もものストレッチです。伸びますか？いまいち伸びない方はもうちょっとね、つま先に近い方を持って左足を後ろにグッと引く。でさらにわざと猫背を作ると前ももが伸びます。腰が反っちゃうと全然伸びません。わざとちょっと腹筋をね縮めて、わざと猫背作る、その状態で足を後ろに引くと左の前もも伸びますっていう、この僕の説明ちょっと今分かりづらかったかもしれないんですが、左の前ももが伸びてれば結論それでもう大正解です。多少フォームが違っても問題ないです。 OK。 そしたら右足前に出したまま、この左足をつま先真上向ける。見えますか？つま先真上向ける。真上向ける。上半身、こうじゃないですよ。上半身は固定したまま、つま先だけ上向ける。多少膝曲がってもいいです。前もも外もも使ってもいいです。メインはお尻の横。きつ、これ。きつい。皆さんついてきてますか？きつかったら各種目、最後の10秒サボったりとかね。あとはね、YouTube 再生速度変えれるんで、再生速度を早めたり遅めたり、自分がね、やりやすいペースにぜひ変えてみてください。再生速度の変え方、わからない方、概要欄に貼っておきますので、ぜひ参考にしてください。OK。そしたら足は楽な状態で、左手高く上げて、内外にねじりましょう。こんな感じです。内外にねじる。呼吸は止めないで。しっかりねじる。これね、なんで足痩せとか、セルライトをね、撮る動画なのに、こうやって腕の種目が入ってるかっていうと、結局僕の中で部分痩せってできなくはないんですけど、やっぱり難易度高いので、なるべくね、一つの動画で全身できるようにして、全身痩せながら気になる部分が痩せるっていうのが、僕の中では理想だと思ってるんで、こうやってね、ちょっと関係ない二の腕の種目も入れさせてもらいました。で、この次の種目から逆向きになります。スマホ持って寝返り打ちますよ。オッケー、逆向きになりましょう。そしたら左向きで横向きに寝たら、スマホは顔の前に置いておきましょう。膝は90度に曲げて、膝同士離す。離す。お尻の横、ここ使ってる感覚、どうでしょう？皆さんありますか？呼吸止めないでしましょう。NG パターンは体が後ろに倒れちゃうこと。これ NG です。膝同士離す。頑張って。お尻の横、使ってる感覚ありますか？ここです、ここ。スピード重要じゃないですからね、ゆっくり自分のペースで OK です。よし、OK。そしたら左足は前に出しておいて、この右足だけ真上に高く上げましょう。しっかり上げる。お尻の横、ここ、使う感覚ありますか？呼吸を止めないで。きつい。前もも外もも多少使ってもいいです。お尻の横、ここを使うことが目的です。ふう、早くやることは全く重要ではないです。ゆっくりね、お尻の横を意識しながら上げていきましょう。きつかったら最後の10秒サボりましょう。はあ、きつい。ふう、頑張って頑張って。ふう、頑張って。ふう、よーし、 OK。 そしたら次は、右手で右の足首掴みます。右の前もも伸びる感覚ありますか？こうやって腰が反っちゃうと伸びません。わざと猫背を作ったままちょっと右足を後ろに引くぐらい、そうするとね、右の前も伸びてくると思います。これね、この種目ちょっと難しいので、結論僕の言ってること分かんなくても、前もも伸びてればそれでもう大正解です。なるべくね、腰を反らないようにわざと猫背を作っておくっていうのが僕はポイントだと思います。呼吸止めないで、肩力入れすぎないようにしてくださいね。 OK。 これで、次右足だけ上げて、つま先真上向ける、戻す。つま先真上向ける、戻す。ふう、呼吸止めないようにしましょう。ふう、しっかり真上向ける。きつい。ふう、お尻の横、ここを使う感覚ありますか？前もも外もも多少使ってもいいですが、メインはお尻の横です。体が後ろに倒れちゃうと NG です。上半身固定したままつま先だけ真上向ける。きつい。頑張れ。ふう、頑張って。はぁ、真上向ける。ふう、戻す。真上向ける。ラスト1回しっかり真上向けて OK。
そろそろ疲れてきましたね。足はこんな感じで楽な状態にして、右手上げて、内、外にしっかりこうやってねじる。ふぅ、呼吸を止めないようにしましょう。この時もね、肩がね、こうやってすくんで、首が短くなっちゃうとダメです。肩は上がらないようにして、こんな感じですね。こうなっちゃうと NG ですよ、こうなっちゃうと。ふぅ、しっかり内、外にねじる。これね、二の腕とか、肩こりに効きます。で、この次の種目から、うつ伏せになります。皆さん、スマホはね、持ってる方、スマホを持ったまま、うつ伏せになりますよ。ついてきてますか？きつかったら再生速度調整したりしてくださいね。しっかり、ねじる。ねじる、オッケー。じゃあ、スマホ持って、うつ伏せになりましょう。じゃあ、スマホは顔の前に置いておきましょう。じゃあ、うつ伏せに寝て、耳の横に両手をついて、上半身ぐっと反らせます。腹筋のストレッチです。お腹伸びますか？腰が反ってきついよって方は、こんな感じで肘ついて、ちょっとね、顎持ち上げる。これだけでも腹筋が伸びてくるんじゃないかなと思います。いまいち伸びない方は、ちょっと顎をね、上に持ち上げると良いと思います。腰が痛い方は絶対無理しないでください。ふぅ。オッケー。そしたら上半身ベチャッと寝かしちゃって、このままですね、足はしっかり閉じておいて、お尻の穴をギュッと締める、緩める。お尻の穴ギュッと締める、緩める。ギュッと締める、緩める。ゆっくり自分のペースでいいです。いまいち感覚わかんない方、お尻にこうやって手を当てて、お尻の穴を締めるときに、お尻硬くなってれば OK です。ギュッと締める、緩める。しっかりお尻の穴締めれてると、内もももね、使ってる感覚わかると思います。お尻の穴が閉まってて内もも使ってる感覚あると最高です。どうでしょう、皆さんできますか？これできない方ね、もうあのね、練習あるのみです。筋力の問題っていうよりも力の入れ方わかんないだけなので、要練習です。オッケー。そしたら次、みんな大好きスーパーマンいきますよ。両手万歳して手と足同時に上げる。この状態でキープ。腰、お尻、裏もも力入ってますか？腰痛いから絶対無理しないで。余裕がある方は手と足なるべく高く上げる。でもきつかったら、サボって、上げて、サボって、上げてでも OK。自分ができるようにやりましょう。裏もも、お尻、背中、力入ってますか？腰が痛い人、肩が痛いから絶対無理しないで。四十肩、五十肩気味で手が上がんないよって方は、これぐらいでもいいです。これぐらいでも十分スーパーマンです。ふぅ、頑張れ頑張れ、無理しないで。呼吸を止めないで、頑張れ。次で最後の種目です。頑張れ頑張れ頑張れ。OK、頑張った。そして最後、前もものストレッチです。左手で左の足首掴みましょう。左の前もも伸びますか？かかとをしっかりお尻に近づけるといいと思います。余裕がある人は、つま先の方を掴んで、つま先をお尻にぐっと近づけるイメージでやると、より前もも伸びてきます。この時にね、肩、ここ、力入って、力入りすぎないようにしましょう。肩に力入れることが目的ではなくて、前もも伸ばすことが目的です。ふぅ、呼吸止めないようにしましょう。つま先をなるべくお尻に近づけると、前ももがね、伸びてくると思います。サボりながらでも OK です。きつい。OK、頑張った。反対足いきます。最後、右手で、右足首掴んで、なるべくかかとをお尻に近づけましょう。右の前もも伸びてれば OK です。僕今日ね、今回初めて、動画の最初に写真撮ってみましょうってお伝えしたんですが、背面の写真をね、撮るって結構難しいので、例えばお風呂場とかね、洗面台の鏡使ったりとか、鏡使ってね、撮影したりすると良いんじゃないかなと思います。あとぜひね、メジャーは使ってビフォーアフター計測してほしいです。一回でもね、ウエスト太もも、細くなるので、皆さんのやる気につながるんじゃないかなと思います。じゃあ最後ね、一緒にもう一度最初に行ったチェックやっていきましょう。オッケー。そしたら、左足、かかとをお尻に近づけます。この状態で左手を鼠径部に入れます。さっき手がすっぽり入ったと思うんですが、僕はほとんどもう手が入らなくなりました。どうですか皆さんは。さらにかかとがお尻につけば最高です。つかない方、手を使ってズルしてもいいので、かかとがお尻につく。これは最低ラインだと思ってください。どうですか、変化出ましたか？逆もいきます。右のかかとをお尻に近づけましょう。右手を鼠径部に入れてみて、手がどうですか？入らなくなってれば理想です。かかとがお尻につきますか？手を使ってズルしてもいいです。OK です。お疲れ様でした。ビフォーアフターの変化出たかどうか、コメントでぜひ教えてください。ここまで頑張った方、全然ズボラじゃないです。素晴らしい。自分自身に拍手しましょう。
もしこの動画が良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。